機候師団。機構師団とは、戦車部隊を中心に、戦車に随伴する自動車か、機械化された、不評部隊、同じく自動車化された、公兵、公兵、偵察、通信などの諸兵かの部隊から構成される師団のと。気候とは、機械化装甲の略称として、第二次世界大戦前から使用されており、現在陸上自衛隊でも使用されている用語である。同様の部隊で編成される、 機械化不評部隊が主体であるものは、機械化不評師団と呼ばれている。イギリスのアームアード・ディビジョン、アメリカのアーマード・ディビジョン、ドイツのポンザー・デビージアンなどが相当するが、日本語訳は、書籍、雑誌の出版社、著者、役者によって表記が異なっており、特に、ドイツ軍について、装甲師団の語も多く用いられている。戦車師団と呼ばれることもあるが、 戦車部隊の比率がより大きいものが区別されている場合もある。第一次世界大戦後に残酷戦から機動戦への戦術開発の結果、第二次世界大戦で進化を発揮した電撃作戦の主体となった。第二次世界大戦当時、米軍では不評師団はすでに自動車化されており、現代では先進国の場合、不評師団といえども多数の戦車が配備され、不評も 装甲兵員輸送車、不評戦闘車に運ばれ、気候師団との違いは大きくない。本校においては、主に第二次世界大戦における気候師団の誕生と発展について述べる。気候師団の特徴は、戦車部隊を主力としていることにある。他の部隊は、戦車部隊を支援するためにあり、戦車の移動速度に追随するために、自動車化、機械化されている。その規模、 内容は国や時期により大きく異なるが2から4個の連隊、または旅団から構成され人員規模は1から3万人、戦車の数は数十両数百両である。戦車の登場は第一次世界大戦中のことであり残豪戦突破などが主目的であった。はじめは不評部隊の支援として不評に 受属する形で各社が分散される形で用いられた。対戦終了後、各国の軍人、イギリスのジョン・フレデリック・チャールズ・フラー、フランスのシャルル・ド・ゴール、ドイツのハインツ・グ・デイリアン、ソ連のミハイル・トゥハチェフスキー、アメリカのアドナ・ール・チャーフィー・ジュニア、日本の井上・カオル・サなど、や、軍事研究家、イギリスのベージ・ル・リデル・イコール・ハートなど、が、不評ではなく、戦車を、 主戦力とした部隊の構想を着想した。戦車を主力とし、不評をその支援に回すことで、機動力と打撃力がある部隊が構成でき、それが軍としての理想形だと考えた。だが、フランスでは、要塞、マジの線の建設に軍事費の多くを費やし、軍幹部は、不評が軍の主力と考えたため、ドゴールの意見は採用されなかった。 イギリス・ソ連での実際に行われた気候事案の実験も、イギリスでは軍縮政策で、ソ連ではスターリンによる赤軍縮制の際、プハチェフスキーら機械化を進めた将校を処刑、追放したことで、頓挫してしまう。ドイツは、ベルサイユ条約の厳しい軍備制限、陸軍兵力10万人、海軍1.5万人、参謀本部、潜水艦、空軍、 戦車は保持できないによって戦車戦術を研究できなかったが、ハリボテの戦車や農業用トラクターと差し称して製造して、ソ連国内の秘密の戦車学校にて戦車戦術を研究した愛号戦車。アドルフ・ヒトラーの講演もあり、世界で機構手段を最初に編成したのはドイツ再軍備宣言後のドイツ国防軍であった。1 9 3五年十月十五日に第一から、 第三の三個装甲師団が編成されたのが最初である。ドイツ装甲師団は数量ではドイツ軍に勝る連合国軍戦車部隊を戦車運用力の巧みさで打ち勝った電撃戦。独ソ戦でも未経験な発展途上のソ連戦車部隊を破った。しかし戦車戦術では後進国であったアメリカが生産力に物を言わせて連合軍に 大量の戦車を、レンドリースポー、武器供与法に乗せて、本格的に供与し、イギリスが、飛行手段を増強し始めた。ソ連もアメリカ・イギリスからの武器供与だけでなく、ウラルサンム近くに疎開させた工場で、T-34 などのドイツより、優秀な戦車の大量生産を始めた。特にアメリカの戦車は、戦車体の性能は高くないものの、生産量は莫大であり、 機械的信頼性も高かった。1942年以降、戦争は気候師団同士の戦闘が多くなり、生産力に劣るドイツは補給に問題が目立ってきた。1942年末から43年にかけ、エル・アラメインの戦いとスターリングラード攻防戦の敗北以後、ドイツは防戦一方となる。元より空軍との連携作戦を新戦術とした。 ドイツ軍の攻撃は、制空権を失くことにより、威力を失った。以後欧州戦線は、イギリス、ソ連、アメリカ、自由フランスの気候部隊が大活躍する部隊へと一変した。再軍備開始から十分な時間がないままに、第二次世界大戦に突入したため、大戦中次に、戦車の質、量の不足に悩まされたが、戦区国だけに、核兵器を組み合わせた。 部隊運用の妙で検討した。従来に比較して定型化された1943年型と呼ばれる志願編成が規定された。二個大隊からなる一個戦車連隊及び二個走行的弾兵連隊が機関となった。この頃からドイツ軍では不評のことを敵弾兵と雇用になり、装甲部隊に付属する不評部隊は走行的弾兵と呼ばれるようになった。 その他の支援部隊は、装甲砲兵連隊、装甲偵察大隊、戦車駆逐大隊、装甲砲兵大隊、降車砲大隊等であった。ただし、師団によっては一部の支援部隊を持たないケースも見られた。武装親衛隊においても、名実ともに、装甲師団が編成されるようになった。従来は、内容は、装甲師団同様でも、装甲的弾兵師団と呼ばれていた。 国防軍の装甲師団と比較して、装甲的弾兵連隊が3個大隊編成であることが主な相違点である。また一部の師団は突撃砲大隊や、重戦車中隊も保有していた。1943年10月22日付で、ライプシュタンダルテ・ SS アドルフ・ヒトラー、ダスライヒ、トーテンコープ、ビーキング、ホーエンシュタウフェン、フルンツベルク、ヒトラー・ユンゲントの 各 SS 装甲的弾兵士団が第 1SS、第 2SS、第 3SS、第 5SS、第 9SS、第 10SS、第 12SS の装甲士団に解消されている。陸軍一のエリート士団であるグロースドイッチランと装甲的弾兵士団も連帯規模の戦車部隊を装備して実質上は装甲士団となった。空軍のヘルマンゲーリング士団が正式に 走行手段となった。1944年1月6日には、ヘルマン・ゲーリング高架走行手段に改名される。1944年型と呼ばれる編成が、規定されたが1943年型と、大きな相違はない。1945年型と呼ばれる編成では、従来2個戦車代替編成だった、戦車連隊が1個戦車代替及び1個。 総行的弾兵大隊に変更された。また各支援部隊も自動車化される比率が低下し、大幅に戦力は低下した。敗戦間際には、あり合わせの部隊を修正して師団に仕立てるケースも多く、規定は有名無実に近いものがあった。最初の機構師団である第一総行師団は1939年9月3日に編成された。 1939年におけるイギリス装甲師団の編成は1個重装甲旅団、1個軽装甲旅団、師団支援軍、砲兵連隊、自動車か不評大隊にことを占り、理論上は351両の戦車を保有することになっていた。イギリス軍は不評戦車、巡航戦車に奮論に取りつかれ、バランスの取れた主力戦闘戦車の登場が遅れ、 アメリカからの兵器供与頼みが続いた。不評戦車は独立戦車旅団に配備され、装甲師団や装甲旅団は巡航戦車や軽戦車を装備していた。アメリカ正中戦車は基本的に巡航戦車扱いであった。ナチスドイツのフランス侵攻諸戦のイギリス海外派遣軍に飛行師団はなく、本格的に飛行師団が実戦参加したのは、 北アフリカの戦場からであった。フランスからの撤退時に戦車は遺棄されたため、マチルダ不評戦車とアメリカから供与された、スチュアート系戦車、グラント、リーチュ戦車を中心に旅団規模で運用された。マチルダは、ドンソクスチュアート系戦車は、装甲、火力が不足、グラント、リーチュ戦車は、英国戦車に欠けていた、大口径砲を装備していたが、 戦海砲塔ではなく、車体への装備という時代遅れの構造であり、数軸群を破る決定打に欠けていた。アメリカからシャーマン中戦車の供与が始まり、イギリスも新型クルセーダー巡航戦車の配備を本格化し、師段規模での運用が始まった。不評戦車はチャーチル不評戦車へと移行した。シャーマン中戦車は、 バランスの取れた傑作戦車であったが、イギリスはまだ巡航戦車と不評戦車の二分論に取り憑かれており、中途半端な戦車を作り続けた。クルセーダー MK3 は3人乗りで、強力な六ポンド砲を生かしきれなかった。チャーチル MK3 は、不正地最大速度時速 13km で、走行が厚くなった MK 以降ではさらに鈍速になった。 チャーチル不評戦車は終戦までイギリス製戦車の主力であり続け、不評戦車としては十分な性能であったが、最大速度時速 20km では、機動兵器としては落第であった。ようやくイギリスも不評戦車というコンセプト自体の問題を悟り、スーパーチャーチルなど不評戦車の改良計画を中止し、巡航戦車の大型化による主力戦車化を進めた。巡航戦車、 MK5 戦闘、巡航戦車、MK9 クロムウェルなどを経て、1944年センチュリオンとして結実した。しかし、第二次世界大戦中には量産は間に合わず、戦後、イスラエルなどに供与されている。ロシア戦車はよく言えば安価で実用性が高く、後進国では評判がいいが、悪く言えば上員の居住性軽視、濁ったペリスコープ歪んだ。 照準機、貧弱な無線機など、細部の質の低さにおいで先進国では、票が高い。ただしこれは、ロシア兵に言わせれば、西側戦車の方が贅沢すぎるといったものであり、その質に頼らない、物量作戦は、バグラチオン作戦を頂点に、兵員の質を誇るナチスドイツ軍を撃退した。資本主義国が、世界大恐慌に苦しんでいた1930年代、隔絶した。 経済圏を持つソ連は、第一次5カ年計画、1928から32の元順調に重工業を発展させていた。農業用トラクターの量産技術が生かされ、1930年、先駆的な機械化旅団が創設された。重心作戦理論という、砲兵と航空機の支援のもと、不評支援戦車が突入し、遠距離行動戦車が敵陣地、重心を突破。 敵後方に機械化機兵を展開し包囲するといいう、独自の戦術を編み出ししていた。しかし、スターリンにより、機械化部隊の編成を行っていたミハイル、トゥハチェフスキー将軍、重心作戦理論の考案者の将軍、参謀として、理論の完成に当たった、アレクサンドル・エゴロフ参謀総らが粛清されたため、この実験は頓挫することとなった。 ドイツ装甲師団の成功を見たスターリンは態度を改め、1940年29個機械化軍団、2個戦車師団、1個自動車化師団で構成される予定だったを作ることを決定した。しかし、独ソ戦開始時点では戦車の充足率は60%強であり、それも大半が旧式戦車で、新型の T-34 戦車は1、200両余り、 キロボルト系重戦車は600両余りであった。しかも、機械化を進めた将校の粛清で、戦車部隊運用のノウハウを持つ人材は、全く育っていなかった。また、独ソ戦序盤における、ソ連軍の損害は、非常に大きく、戦車不足であったことと大規模な戦車部隊を運用する能力がないことを自覚したことから、戦車手段の編成を断念し、 既存の戦車手段も解体された。保有戦車のほとんどを失ったソ連は、アメリカ・イギリスから兵器供与を受ける一方、戦車生産を T-34 とキロボルト -1 中心に絞り込み、シベリアやウラル山脈伊東に疎開させた工場で大量生産を始めた。また、ドイツの突撃砲を真似て T-34 と、 キロボルト -1 の車体を用いた自走砲を作成し運用した SU-122、SU-152、SU-85 SU。戦車の補充を得たソ連軍は3個戦車旅団と1個自動車加速撃兵旅団で構成される戦車軍団を編成した。この戦車軍団は名称こそ志願より上位の軍団であるが規模は 他国の手段よりやや小さいものだった。1942年5月、半数を強予戦車で構成した約10個戦車旅団を動員して南部戦線で反抗に出た CF 第二次ハリコフ攻防戦がまだまだ兵員も指揮官もドイツに比べ未熟であり、ドイツ軍に殲滅され貴重な戦車戦力を失い、スターリングラード攻防戦に至るドイツの南方作戦が始まると、 交代戦術を取るしかなかった。兵員、指揮官の熟練度が上がり始めると、圧倒的な生産力でドイツ軍を撃破し始めた。スターリングラード包囲戦とクルスクの戦いに勝利し、以後は一方的にドイツ軍を押しまくった。大型トラックがソ連でも数万両を作成され、アメリカからも数万両供与されたが、 ほとんどは膨大な補給物資を必要とする戦車軍団、機械化軍団の補給用に回され、兵員輸送車として使う余裕はなかった。随反不評は戦車、自走砲の手すりにかくって移動していた。これらはタンクデサントと呼ばれた。牽引砲、自走砲は共に砲兵部隊で運用された。多連装ロケット砲をトラックに乗せ、遠距離から大量の爆薬をばらまく。 カチューシャロケット放射が極めて有効活用された。トラックの荷台に簡易なロケット発射台を乗せただけのものであるが、一度に発射できる数の多さがその長所であった。命中率こそ低いものの、同時点に制圧できる面積は方に比べてはるかに広く、ドイツ軍陣地破壊に極めて有効で、ドイツ軍に恐れられた。ドイツの戦車の大型化に合わせ、 T-34 は、砲と都市砲を大型化した T-34 から85に変わり、1990年代まで発展途上国では現役であった、キロボルト戦車の後継として、イズマイナス,にスターリン重戦車が投入された。自走砲も新車台の登場で、大型化が進んだ ISUK 自走砲。最終版、後のロシア戦車の特徴となる。 低姿勢の半円形の砲塔を持つイズマイナス3、重戦車が配備されたがヨーロッパにおける実戦には間に合わなかったとされる。イズマイナス3は戦後1970年代まで東側諸国や発展途上国で使用された。ドイツ軍の挙げた大きな戦果に触発され、1940年6月より飛行士団の編成に着手した。7月15日付で第 第2の気候次団が編成された。この時点での編成は以下の通り。1942年、アメリカ陸軍は気候次団において、コンバットコマンドと称する新しい編成を採用した。これは、零下部隊を持たない戦闘団司令部を2個、次団司令部零下に常設しておき、必要に応じて様々な部隊を配属して戦闘団を編成するというものである。 当初、戦車と不評の連携を軽視していたため戦車部隊の比率が高い編成だったが、戦訓により編成が見直された。1943年にはコンバットコマンドをさらにもう一個増設するとともに、連隊編成を廃して、師団励下に直接各大隊を廃した編成が採用された。ただし、1943年型気候師団では気候兵力が やや減少することから、1942年型気構師団も、重師団と称されて、第2及び第3気候師団は、この重師団編成のままで残されることとなった。これに対して、1943年型気構師団は、軽師団と称された。第二次世界大戦終結までに第1から第14、第16、第20の16個気構師団が編成された。 兵器単体の性能は平凡なものの圧倒的な生産力で必要と考えられる兵器の機械化を進めたバランスの取れた飛行手段を作り上げた。不評部隊や砲兵部隊のみならず、他の支援部隊まで機械化が進み迅速な進撃を可能としていた。また、所属部隊を入れ替えることのできる司令部組織、コンバットコマンドシステムを採用たことにより、状況に柔軟に対応できた。 さらに、充実した、公平化と戦闘爆撃機による手厚い支援によって、数軸軍を圧倒した。第2本帝国陸軍では、1934年、昭和9年3月に編成された、小型機構士団とも言うべき独立混成第1旅団、2個、戦車大隊機関の諸兵化連合部隊が、戦前では、唯一のものであった。 独立混成第一旅団は1938年、昭和13年8月には廃止、一方で霊下の機構部隊は第一戦車団に改編され、以降に本陸軍は3個戦車連隊と司令部からなる、戦車団3個を有すこととなる。野門藩事件では、第一戦車団を中心に不評などを臨時に、配属した運用が行われたほか、中国大陸の戦線においては、 戦車集団が何度か臨時に編成され、機動打撃力として活動した。1941年、昭和16年2月、陸軍機構本部が新設されて、機構部隊に関する教育、編成、技術開発の諸業務の統括調整が図られた。そして1942年、昭和17年6月24日に、戦車第一師団、第二師団、第一師団の編成が加齢。 しかしその編成は、すでに、太平洋戦争が始まっていたにもかかわらず、大ソ連戦を念頭に置いたものであった。理論上は2個戦車旅団、各2個連隊構成、各連隊は、戦車58両保有1個機動不標連隊、3個、大隊構成を機関に、機動砲兵連隊、師段速射砲隊、師段捜作隊、師段,段防空隊、 師団公平隊等から編成されることになっていたが、部隊は編成されたものの肝心の戦車や自動車、砲は揃わないといった状態がほとんどで、その上一部の戦車連隊が抽出されてしまうなどして、その編成すら満足になることはなかった。しかも、新式戦車はすべて本土決戦に向けて温存され、 外地部隊は対戦を通して97式中戦車と、そのマイナーチェンジ型から更新されることはなかった。1942年7月には、満州方面の2個戦車師団等を例下とする飛行軍が編成されたが、1943年10月に廃止された。1944年、昭和19年7月6日には、本土決戦に備えて、 千葉陸軍戦車学校などの共同部隊を改編し、戦車第4師団の編成が加齢された。戦車連隊参考を機関にする者の不の評を書き、砲兵も最初から分属させるなど戦車第1、第2、第3師団と比べて、全く異なる編成で、独立戦闘力のある、機構師団とは呼びがたいものだった。その他にもフランス、自由フランス、カナダ、イタリア、 ハンガリー、ルーマニア、フィンランド、ブルガリア、自由ポーランドが飛行手段を保有した。戦車の高性能化が進み、追伴する不評や砲兵も進化を遂げた。不評部隊はトラックから装甲兵員輸送車に登場するようになり、さらには重武装の不評戦闘車が登場している。また、大砲についても、原因式の大砲は減少し、 自走砲化され軽度の装甲をも持つようになった。対戦車砲は対戦車ミサイルにとって変わられるなど、核兵器の武装のミサイル化が進んだ。ヘール・ハシリオンことの歴史は1948年の第一次中東戦争当時イギリス軍から色仕掛けで騙し取ったり、世界中からスクラップとして購入、再生させた雑多な戦車からなる部隊を編成したことに始まる。 当時のイスラエル国防軍は、ハガナーなど地下武装組織から発展、設立されたばかりだったため戦車、ヤホーといった銃火器は不足してり、従って第一次中東戦争での戦車運用は不評支援に止まっていた。1956年の第二次中東戦争当初も、参謀総長もシェダヤンをはじめとして、戦車は不評の支援兵器といった考えが根強かったが、 第七気候旅団の攻防戦などにおいて、戦車部隊による機動戦の優勢が証明され、早速ダヤンはイスラエルタル、アブラハムアダン、といった有能な将校を多数気候下に転化させ、戦車部隊の強化を図った。1967年、第三次中東戦争が勃発する。イスラエル軍は航空部隊や不評部隊などとの密接な連携により、 市内半島では三個気候次第がイスラエル版電撃戦とも呼ばれる快進撃を果たし、わずか6日間で戦争はイスラエルの圧倒的勝利に終わった。だが、この勝利により、イスラエル軍はオールタンクドクトリンに代表されるように戦車編長主義に走り、他部隊との連携が軽視されがちとなった。1973年、第四次中東戦争が勃発。この戦争は、 イスラエル気候群だけでなく世界の気候群にとっても貴重な戦訓をもたらした戦争であった。初戦において、スエズ運河を溶かしたエジプト軍の不評部隊は、RPG-7 追戦車敵弾発射機、AT-3 追戦車ミサイル、B-10 無反動砲などの多したような対戦車火器によって濃密な対戦車防衛網を築き、不評。 砲兵の支援もなく突撃してきたイスラエル軍の戦車をことごとく撃破した。一方、ラ来光源においては、第7機攻旅団とが圧倒的戦力差のシリア軍の前に奮戦し、シリア軍に多大な損害を与えた。戦争後半において、イスラエル軍は見事な機動戦を展開し、かろうじて軍事的には勝利を収めたものの、戦車部隊の被害は甚大であった。 この戦争での戦死者、約2500人のうち1500人が戦車兵であった。イスラエルの人的資源の問題から兵員の死傷は看過できぬ問題であった。第四次中東戦争以降イスラエルは大規模な地上戦こそ経験していないが、1982年のレバノン内戦、2006年の第二次レバノン内戦、2014年のガザ侵攻などにおける 紫外線でも戦車を多数投入してり、現在でも戦車兵の能力は高いレベルにあると推測される。イスラエルの戦車開発において特筆すべきは、国情が非常に色濃く反映された兵器体系にある。四方を地中海と砂漠、そしてイスラエル抹殺を唱えるアラブ諸国に囲まれている。イスラエルは人口が800万であり、アラブ側に比べると、 ユダヤ人の人的資源は非常に乏しく兵器も同様の理由から無駄遣いをするわけにはいかなかった。こうした事情の中生まれたのが M4 抽選車にフランス製の強力な手法を搭載した M50、M51 スーパーシャーマンであり、センチュリオンやパットンをそれぞれ砂漠専用に徹底的に改良したショットやマガフであり、 アラブ側から露革した T-55 を改良したチランであり、そして人命第一をコンセプトに開発されたメルカバシリーズである。兵器の再利用にも熱心であり、旧式化したスーパーシャーマンは 155mm 自走砲ソルタムの車体として、ショットやチランはそれぞれナグマホン、アジザリット兵員輸送車のベースとして使われ、今なお現役である。これらの 魔改造とも称される、イスラエル軍の戦車開発、改良は、数々の実戦経験だけでなく、イスラエル戦車開発の父と言われる、イスラエルたる将軍の尽力によるところが大きい。現在でも紫外線対策として、メルカバには、部隊間のデータリンクシステムや、トロフィー、アクティブ防御システムの装備が進められている。イスラエルの師団の多くは、飛行師団に分類される。 ロード計画による一般手段をもとにアメリカ軍は1970年代後半より重装備の機構手段を欧州正面に配備したこれらの編成はアメリカ陸軍の新しい戦闘競技であるアクティブディフェンスドクトリンに基づいて決定されたこれは w t o 軍の構成正面に対して他方面から転用した部隊を速やかに投入して反撃 阻止するというものである。このためには、兵力の抽出、転用を速やかに行う必要があることから、飛行機兵大隊と航空大隊が追加されたほか、砲兵はいずれも自走化され、直接支援砲兵としては 155mm 自走榴弾砲、全般支援砲兵としては 203mm 自走榴弾砲が配備された。ただし、アクティブディフェンスドクトリンに対しては、 といった懸念が抱かれていた。気候師団、いわゆる86年型師団、ディビジョン86である。これは、アメリカ陸軍が1980年代初頭より、採択した、新しい戦闘競技である、エアランドバトルドクトリンに対応して編成された。欧州正面において、ソ連陸軍の突進を阻止することを主眼としており、非常な重装備部隊である。また、 現代のアメリカ陸軍においては、不評師団の名称がついていても、戦車の保有量が多いため、実質は機械化不評師団となっている。湾岸戦掃除における、アメリカ機構師団は6個戦車大隊、4個、械化不評大隊で構成。機械化不評師団は5個戦車大隊、5個機械化不評大隊で構成され、差異は少ない。エアランドバトルドクトリンは、 アクティブディフェンスを発展させて策定されたものであり、士団編成においては、航空部隊の旅団への格上げと、士団砲兵として、MLRS が配備されたことが大きな変化である。これらの部隊は、湾岸戦争にも投入された。2008年、アメリカ陸軍は、ピーター・シューメーカー陸軍参謀総長の指揮下に、モジュランフォース海兵を発動した。これによって、 アメリカ陸軍師団は、不評旅団戦闘団、ストライカー旅団戦闘団、飛行旅団戦闘団の3種類の旅団戦闘団を、組み合わせた編成に改められた。現在のアメリカ陸軍には、飛行旅団戦闘団のみによって編成された師団は3個、飛行旅団戦闘団よりなる、第1機兵士団のみであり、第1機構師団は4個旅団戦闘団のうち、2個が、飛行旅団戦闘団、 1>, 1個が、ストライカー旅団戦闘団、1個が、不評旅団戦闘団となっている。1980年代のイラク軍の機構師団は、T-72 戦車を中心に編成。イラン・イラク戦争、デズフールの戦いなどを戦い抜いたほか、湾岸戦争に先立つクウェート侵攻時には、第二次世界大戦以降最も成功したとされる、電撃作戦の主役となった。 しかし、戦火という点では、後に反抗体制に入った多国籍軍、特に前述のアメリカ陸軍が上塗りを行い、イラク軍の気候次第があっさりと撃破されるに及び、価値はなきに等しいものとなった。日本においては、北海道に陸上自衛隊第七師団が編成されているが、これは事実上の気候師団である。自衛隊における唯一の機動打撃部隊であり、 北海道防衛のようと考えられていた。90式戦車及び10式戦車を装備する3個、戦車連隊、89式装甲戦闘車を含む1個、普通科連隊、実質的な機械化風評連隊を機関とし、特化、降車特化も含めて、全部隊が機械化されている。ただし、人員6500名弱と、旅団規模であること、戦車部隊に随伴すべき、 普通科部隊や特化部隊の規模の小さいことなどの問題も指摘されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。